はい、どうもどうも、マシュです。始まりましたね。今日はですね、来ました。インスピレーションでございます。初めてですね。インスピレーションは LA でよく開催されてるのかな。LA とニューヨーク。ニューヨーク。はい。でもね、もう気づいた通り、もう一人来ております。一緒にね。お久しぶりです。お久しぶりです。皆さん、わかりますか？あの方です。僕をすごいね、バカにするのが大好きです。森さんと今回インスピ来ました、はい、でインスピが同日の11月2、3でやってて、昨日が2日で今日が3日なんですけれども、チケットが2日取れなくて、3日僕もチケット取ったんですけど、午前と午後の部があって、午後の部しか取れてなかったんですけど、堀さんがねもう1枚取っていたらしくて、僕も午前に見ることができました。ありがとうございます。いいえ、本当に助かります。堀さんは2回目ですもんね。 LA で見させてもらいました。はい、どうでした？博物館級というか、まあ、本当にもうヴィンテージショー、もう本当に博物館に行ってるような感覚。ちなみに日本でいうと VCM があるじゃないですか。どうですか、比べて。あ、全然また雰囲気は違うかな。もっともっとかもっと、はい、やばいな、期待値上がるな。そうだね、まあ、本当に一般の方も見たことあるようなディーラーさんたちが本当にもう集っているイベントっていう感じなので、なるほど、見に来るだけでもすごい贅沢なイベントだとは個人的に思ってますねこれは皆さんの期待値が今グンと上がりましたね、まあ、僕の気持ち的にはまあなんか買い付けできたらなって感じなんですけど、堀さんと今ね駅集合してこう歩いてきてて、多分そんな買えんよっていう話をするぐらい、まあ価格帯はねいいものが多いので、まあでも今日マーシーの財布分厚かったから知れんし、買い付けするかもしれんし、うんうんうん、まあ、なんせ初めてなんでね、ちょっと僕も構えてはいるんですけど、まあまあまあ入れてきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 VCM で引き続きちょっとね動画映えをするためにね、はいはい、まあ今が9時半ぐらいで、あと30分ぐらいあるんで、こんな並んではないんで、まあゆっくり見れそうな感じで。そうですね、はい、うん、2日目っていうのもあって、うん、ゆっくり見れるとは思います。まあなんで一周バーッと見て、その後動画回す感じでやっていこうかなと思うので、はい、ぜひ動画最後まで見てください。マーシーチャンネル。うわー、やばいな。チーズ止まんないっすわ、ちょっと緊張してめっちゃショート丈っすね、これ。いや、この丈がいいよ。ショート丈の車買える金額ありがとうございます。これめっちゃいいですね、エディの黒タグのレザーダウンベスト、かっこいいな。お、しかもジャックナイフプリーツになってる。これめちゃくちゃかっこよくないですか。ジャックナイフのプリーツでレザーの、こんな全面レザーなかなかない。なんかロッキーとかにあるんですけどね。かっこいいな。インスピだと当たり前のようにありますね、プリズナーが。しかもペンシルで、うわー、両面すごいな、かっこよ、これ。すご、全部後付けっすわ。すごダックスバッグ、まあでも60万。
堀さんが何かを買うらしいです。さあ何なんでしょうか。ちなみにそれは買い付けですか。私物。私物、おーいいですね。堀さん逆光です。何買ったんですか堀さん。うわー某古着屋じゃないですか。あーオーラありますねショッパーから。さっき堀さんとも言ってたんですけどね、古着屋さんで不織布を入れてくれるこんな丁寧なないですよ。すごいすごいです。うわー好きそう堀さんバッグ。キットっていうハンドペイントがすごい上手な方がいて、カプリさんとコラボでこれも買ってるんだけど。そうなんや。キットとここにカプリさんがコラボの2020年、はい、ちょっと次買い付け行くときはこれ持って買い付け行ったら多分すぐ分かってくれる。確かにそれ見たことあるわってなるっすよね。まだまだお財布の中にはありますね堀さん。僕はね動画界で実は買い付けております。スムハンなんでね。そうだね、まだ見てないところ、見てないところいっぱいあるんで、はい、見ていきますか。見ていきましょう。はい。うわめっちゃいいっすねこれ。エアブラシサイズ、しかもボディガスプルースで、おーラージコットン100。めっちゃいいっすね。いいね。30万ぐらいじゃないですか。いくらだろう、いくらだと思いますか皆さん。お買い上げで早いっすよ。いやこれねこうかかっててめちゃかっこいいなと思って。オハイオのバッグでスカルが、これハンドペイントとかなんですかね。スポジャケタイプでこの字止めっすよ。この字止めアールデコ調のタロンジップ、これはスペシャル。あまあそうですよねって値段ですよ。本当にまあそうっすよね。Thank you。 ここで出会う501XX 47終わりっておっしゃってましたけど、まあでもセンターセットなんですよ。ですね。これやばいっすよ、マジで、うん、マジで欲しい。買っていいかな。なんか出会わんような気がするな。でもこれここまで色濃いやつ、お兄さんと仲良くなって交渉ですね。80万なんじゃない。お兄さんと交渉して仲良く安くしよう。506ティーバッグ色濃いっすね。 こんなありますか。うわやめてください。ちょっと見ていいですか。はい、ちなみに販売されてますか。まあ、ちょっと今ライアン中でいつか今売れそうな。奥様の年々ここに来てすごい人と場面、はい、これやばいっすね。すごいな。じゃあもらいます。帰りましょうか。どうした。ご視聴ありがとうございました。ベースインスタグラム、見たい鏡を見る。やばくないですか。ご視聴ありがとうございました。ベースインスタグラムチェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。 See you。